こんにちは、お久しぶりです、イベリスです。今日はですね、ハロウィン用のドレスを作ったので紹介していきたいと思います。魔女の帽子に色を合わせた魔女ドレ2021ってすごいダサい名前のドレスと魔女ドレ2021白です。背中側はこんな感じになっております。で、自分の肌に合わせて調整していただきたい所存でございます。今これは一番明るい肌の色に合わせております。で、設計図もね、動画の最後の方で全部載せますので、ダウンロードできない方は自分で頑張って、簡単なので書いてみてください。はい、くるり。そして住民さんが楽しめるように肌が見えないタイプのワンピースバージョンもしております。これはそのまま型紙をワンピースにして袖の部分だけねちょちょってやっただけのやつです。これ人間が着ても可愛いので、ぜひぜひお好きな方を。そして男の子の住人さんにもハロウィンの服着てほしいなと思って、コルセットパーカーを用意してみました。そう、住人さん用に描いたんですけど、結構人間が着てもカジュアルにハロウィンを楽しみたい方にはいいかなと思っております。なかなか可愛いんじゃなかろうか。悪魔の羽バッグとすごい合います。これもね、帽子、魔女の帽子に色合わせてますけど、角もすごく合うので試してみてください。あとですね、ハロウィン用のパーカーでもう一つ作ってあって、これ住人さんが着たらめっちゃ可愛いんじゃなかろうかって思って、後ろになっちゃった、思ってるんですけど、これどうですか。これ住民さんが着てたらめっちゃ可愛いと思うんですよ。お腹に顔、可愛くないですか。これ背中はね、羽が生えてるんですけど、こちらもダウンロード可能となっております。概要欄からどうぞ。はい、ここからは設計図となります。一時停止しながらご覧ください。表、裏。右袖反転コピーした左袖ですね。ここから色味になります。で、作ったけど使わなかった色は飛ばしてありますので、どうぞご了承のほどを。だいたい魔女の帽子見ながらなんかトライアンドエラーしてったらなんとかなる感じです。褐色の魔女さんもすごい素敵だと思うので、褐色の方は自分でカスタマイズして褐色の素敵な魔女さんを見せてください。これが黒地の部分ですね。はい、魔女ドレ2021、でした。続いてコルセットパーカーです。これもね、その魔女の帽子にカラーリング合わせつつ、オレンジとか色展開してみたら可愛かったので、ハロウィン以外でもちょっと、ゴシックな感じが好きな方は普段使いのもいいかもしれないですね。あんまり書き込みもなくて単純な作りになってるので、そんなに苦労せずに書けると思います。私はあまり書き込みとかができない人間なので、なんか書き込みすごいって画素数違くないってなりますよね。私は無理だな。ちょっとすごいなって思いながら見てます。でダウンロードさせてもらってます。コルセットパーカーでした。でオレンジも可愛いですよね。いかがだったでしょうか。でバケット島では初めてのハロウィンなので、ちょっと気合い入れて頑張りたいと思います。それではまた。ご視聴ありがとうございました。ハロウィン
やっと来ましたね。